リーサムは、琉球最初の王党、天孫氏を滅ぼしたとされる人物。中山予感によると、リーサムは、天孫氏25代の時、幼少期より取り立てられて長愛され、壮年になると、国の政治を任され、権威を欲しいままにしたという。それが講じて、主君から王位を奪うという野心が芽生え、ある日、主君に薬と偽った毒入りの酒を飲ませて殺害し、自ら、 中山王と称した。この時、浦添味のミコ敦氏は、この出来事を知り、義兵を起こしリーサムのところへ向かった。ミコ敦率いる軍の奇襲により、木内の兵士は慌てふためき、蜘蛛の子を散らすように逃げ惑い、中には降参する者もいた。リーサムは戦う姿勢を見せたが、ミコ敦アの軍勢を抑えることができず、祭祀を差し殺し、自らの腹を切り絶命した。そして、 ミコト氏は、民衆からの推薦により、王となり、春天王党を築いたとされる。中山予布によれば、琉球最初の王党とされる、天孫氏は、日の江馬の年に25代まで続いたと記している。東、女勘順は、その、日の江馬の年は春天が即位した1187年の、前年にあたるとし、 すなわち1186年を天孫氏が滅亡した年としたかと述べている。親切弓張り好きのリーサム。弓使いにたけ、農民を敵にしていていた。が、葛飾北斎。親切弓張り好きに登場するリーサムという人物は、琉球の国将、李社の老いで、琉球国天孫氏25代の王、少年王から政権を奪った。彼は、そのいとこで、 少年王の日、中福君と共に国政を取ったが、もう雲という予想に、少年王と中福君は殺害され、リーサムは、ハエバルへ逃亡、東照寺を軍師にして、もう雲討伐の機会を伺っていた。しかし、東照寺と琉球に渡った、タメとモらは、殺された、ロかなえの子供であるツル、鶴、亀兄弟に、父の敵として、リーサムを撃たせた。 極定は金作の陳説弓張り好きは特に1765年に出版された女保校長中山伝新読の和国本とそれを読みやすく抜き出して書き直した森島なからの琉球団の二つから登場人物のモデルを多く採用している。前述した陳説弓張り好きに登場するリーサムは天孫氏25代を滅亡させたリーサムがモデルであるが 作中における最大の敵は彼ではなく、馬巾が作り上げた、猛雲である。琉球の地を排除した、春天丸が大いにつき、また、ため友が、猛雲を倒した後に、帰郷するという、中山予感と異なる設定をしているのは、陳節読張り好きがヤマトによる、琉球征服を主題にしているからである。ありがとうございます。